ってことはあまりないなという話をしてたんですかね、はい、ただ今日はやっぱりちょっと打たれすぎたなということでしたね、というような来ましたが、6回の裏の清原のタイムリー、7回の裏の阿部のタイムリー、これもやはりやや相手のボールが甘く来たところ、これを見逃しませんでした。先頭の藤井打棒爆発の対象になりましたが、それ以外は割と競ったゲームを展開しています。オリックス5月の11日2対1でオリックス、12日4対1で西武、そして13日2対1でオリックス、それから3アウト目になっておりますので1番からになります。増えてまいりましたピッチャーの杉山、加わって、新谷が5人目の先発ピッチャー、あともう1人杉山がこうカバーをするところがあるというライオンズはそういうローテーションになっています。普通に入りましたけれども、日程的には割と飛び飛びの日程になっているライオンズです。インコース144キロストレート、ズバッとインコース、形はもうサヨナラゲームしかありません。ボールを与えてちょっと悔しいピッチングがありました杉山。その後土曜日のゲームロッテ、三振、7本、ショートへのゴロ、奈良原ダッシュよく飛び出して